ティモテコロジェ着、チャク、ティモテコロジェイチャク、1991年10月1日帯はフランスのサッカー選手、エース・サンテティエンヌ所属、ポジションはディフェンダー、ユースの各年代でフランス代表として活躍した選手で U-19 代表では UEFAU-19 欧州選手権2010を制覇している。名前の発音が難しいため、一般的には コロ、と呼ばれることも多い。1991年10月1日に、フランスのアラスで、ポーランド人の父親とマルティニーク人の母親の間に生まれた。7歳の時に、地元の US さんイコール、モーリスルイコールアンゴエルでサッカーを始めた。1999年7月には、CS アビオンに移籍し1年を過ごした。2000年6月には、RC ランスの株組織に入団。 ユース年代の代表でもチームメイトとなったガエル・カクタと共に過ごした。普段はリーバン近郊にあるサントル・デュプレフォルマス・ヨーン・ドゥ、フットボールでカクタらと過ごし、週末はランスで過ごす生活であった。彼のトレーナーの一人は、かつてのポーランド代表選手、ヨアヒム・マルクスであった。クラブの下部組織を卒業後、マンチェスター・ユナイテッド FC をはじめとする他の ヨーロッパのクラブからもスカウトされる中で、ランスは彼をつなぎ止めるために5年のプロ契約を提示した。しかし彼は、ランスからのオファーをうまくやっていく、自信の無さから断った。交渉の末、2008年8月21日にリーグアンを7回制した競合である、オリンピックリヨンに買取オプション付きの年のレンタル契約300万ユーロで移籍。リヨンではトップチームで、 背番号12番を与えられた。しかし加入が遅かったために、プレシーズンでの合流を逃し、フランスアマチュア選手権に所属するリザーブチームへと送られた。2008年9月13日の AS サンティティエンヌのリザーブチーム戦でリザーブチーム初出場。彼はスターティングメンバーとして出場し、イエローカードももらったものの、フル出場しにから1位の勝利に貢献した。 2ヶ月後の11月23日には、左サイドバックの控えとして、トップチームからリーグ戦で招集がかかった。このパリ・サンジェルマン FC 戦で、アントニー・レベイエールが11分に、大怪我を負って、交代となり彼は、リーグアン初出場となった。試合では、後半に彼は、イエローカードを提示され、リオンも1から0で敗北した。翌シーズンには4年契約で完全移籍。 移籍金は250万ユーロであった。リーグアン2 0 0 9から2010では、出場機会は限られた。UEFA チャンピオンズリーグ初出場となったのは、このシーズンで2009年9月29日のデブレツェに、VSC 戦で、左サイドバックのアリシソコとのコーデの出場であった。4日後のリーグ戦、フルスのランス戦でも途中出場し2から0の勝利となった。 11月21日のグルノーブルフット38戦で、初めて、スターティングメンバーになお連ね76分まで、プレー、1から1の引き分けにこの試合は終わった。2012年夏に同じクリーグアンオフックニースに4年契約で、移籍。2014年8月27日には3年契約で、プリメーラディビションのセビージャ FC に300万ユーロで、移籍。 9月18日の UEFA ヨーロッパリーグ、フェイエーノールト戦で、初出場。リーガエスパニョーラ初出場はその6日後、レアルソシエダとのホームゲームでこの試合は1から0の勝利となった。10月2日のヨーロッパリーグ、HNK リエカ戦では、レッドカードを提示され一発上、アンドレイ・クラマリッチに PK を決められ、結果2から2の同点となった。 初得点は10月29日コパデルレイの CE、サバデル戦であった。UEFA ヨーロッパリーグ2014から15では、合計9試合に出場、決勝戦にも出場した。2017年1月4日に、ブンデスリーガのボルシア・メンヒエングラートバッハに移籍した。2017年9月4日に、リーガ MX のワンル、ティグレスに移籍した。 2018年8月1日にリーグアンの &AS サンティティエンヌに1シーズンのレンタル遺跡、買取オプション付きが発表された。代表としては U-16 代表を皮切りに各年代で招集されてきた。初出場は2007年5月30日のドイツ U-16 代表戦でフェリックス・クロースに得点を決められ1から0での敗北であった。 U-17 代表では、スイス U-17 代表戦で、初出場して以降レギュラーとなった。UEFAU-17 欧州選手権2008の予選では負けなしの強さを見せ、準決勝のトルコ U-17 代表相手に、アンダー代表初得点を決め、彼のこの69分に決めた得点によって、PK 戦となりこれを4から3で制して勝利した。決勝戦では、 スペイン U-17 代表相手に4から0とされ、完封された。U-18 代表では、ウクライナ U-18 代表戦で、初出場。合計6試合に出場した。U-19 代表では、フランシススメレツキ監督から招集され、オランダ U-19 代表戦で、初出場したものの4から2で敗れた。 その後も出場を重ねて2010年6月7日には 2010U-19 欧州選手権の18人のメンバー入りを果たした。決勝戦までの5試合すべてに出場し、優勝に貢献した。この優勝によって 2011FIFAU-20 フフワールドカップに出場となり、それに伴って彼も U-20 代表に昇格した。 U-20 代表での初出場は2010年10月7日のポルトガル U-20 代表との親善試合であり、3から3の引き分けであった。2010から11シーズンは U-20 代表といて4試合に出場し、2011年6月10日は U-20 ワールドカップの21人のメンバーに選ばれた。7月30日のコロンビア U-20。 代表戦で同輩発出場となったものの4から1で敗れた。彼は父親がポーランド人であるためポーランド代表としても出場する権利を有している。15歳の時にはすでにポーランドサッカー協会が同国のアンダー代表に彼を招集しようと接触している。しかしポーランド国籍は有しておらず公式試合には出場できないためその後は フランス代表を選ぶか、ポーランド代表を選ぶか数年考えることとした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。